時給。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。久しぶりの時給。はい。今日はですね。はい、今もなんと目の前で、ね、ビークック杯の決勝戦が行われております。はい。はい。で今対戦チームなんですけど、レグノ VS 北急っていうね、この2チームがこのビークック杯の決勝に来たんですけど、はい、1セット目はね、北急が先行する展開だったんですけど、最後に逆転してレグノが勝つっていうね、結構激アツな試合でしたね。点数も25-23 の大接戦でしたね。これは今から2セット目を実況していきたいと思います。はい、どうですかこの2チームの印象は？2チームの印象は、うん、まあやっぱ決勝上がってきておけバランスがいいね今。あなんで今後やとさ、どういう勝ち方がいいかは知らんけど、うん、やっぱ女子が結構できるチームが何だかんだ強いんですよね。うん、で男子はね、ちょっとね、叩き込んで、女子が強かったら上に強いんだなって感じですかね、印象的には。さあ、ついに始まりましたね。はい。サーブこれね、今赤 T の、僕の後輩なんですよね。そうね。で、9、3台でね、後輩だったんですけど、まあ途中でやめちゃったんですけどね。さあ、後輩のサーブからです。アウトです。まあ、9、3台あるあるですね、これは。ちなみに、あれやね、今手前のチームは、うん、北九州のチームは結構知り合いが多いね。うん、手前が北九州。北九州。で奥が、レグノになります。さあ、コンビネーションから。はい。内田選手です。今打ったのが、僕ら音楽中のね後輩で、うん、で小田子に関してはね日本大学のね後輩に当たるんでね。だけどそう、古立が小中の後輩ね。あ、そう。島の音楽で僕が音が大堀日大後輩っすね。ずっとだけ音楽から後輩なんか。そうそうそう。そう。まあこの大会ぐらいやったらもうバンバン決めてますからね。まあ無双しようね。俺、うん、的にだけ総合力総合的に見たら一番。まあ、この大会ではいい選手なんだよ。あ、なるほど。俺の注目は、うん、レグノのセッター。ああ、うん、うまいっていいよね、絶対。そう、ちょっとね、名前とかは知らないんですけど、うん、13番の選手、ちょっとカメラでね、映ってるかわかんないですけど、セッターの方ですね。女性でね、あれだけセッター上手だったら多分めちゃくちゃ強いっすよ。うん。もうセッター出身でした、みたいな言い方やもんね。そう。めちゃくちゃうまいもんね。うまい。もう女子のセッターっていう感じ、本当に。だからね、そう。混合やけさ、うん、女子がセッターうまいと強いよね。そうね。それだけで、だって男子が4枚スパイカーがおるわけで。どっちがスパイカーしてもいいんやけど、まあ女子がした方がスパイク枚数が、男が増えるけね。うん。それで有利になる。そう。で、4枚やけさ、常に男が2人。あのね、ライト平行はうまいんよ、マジで。綺麗にアンテナまで伸びて。だけレグノは多分本当にあのセッターやけ、こう強いかなっていう感じ。なるほど、ね。なんかその大砲がめっちゃでかい人がおるわけではない。じゃセッターが普通にもうちょい全然違う人やったら、まだもうちょい。ここまで来てない可能性はあるってことね。もうちょいきついと思う。セッターがマジでうまい。なるほど。しっかり試合の分析しよう。そうね。ネットは24やけさ、男子にあれぐらいのトス上げたら大体決めるやん。そうね。あれはまあでもトスが乱れるとやっぱ24でも。きつい場面あるけど、うん、めっちゃ打ちやすそうやもん。確かにめっちゃ綺麗やもんね。あれで女子がセッターをすると、うん、2枚レフトライトに常に男子が多分どっちかおるけ、そう、ね、散らせるけんさ結局で24のネットでさ男子が1枚やったらさ、うん、まあ綺麗なポスやったらまあ決まるやん、うん、そうなるとやっぱ強いよね。でレグノはさレシーブリベロの人もいいやん。うんうんうん、ヒロムさん、ヒロムさんうまいけんさ安定しようよ。おー止められた。さあ、小田校の後輩が止められました。おっと、珍しいぞ。でも、レグノは、確かね、あ、違うか。あ、違うチームだ。でも、ずっと見よったけど、ブロック良かった。ブロックいいんや。うん。1枚で結構止めよった。大きくはないけどね、全員ね。まあ、ネットが低いけどね。まあね、まあ。おレシーブいい。女子があれあげるけね。レシーブいいぞ。さあ、レオ。あー、おー、つないだ。レオ。
うお、おやっぱレシブイ、レシブイ。白熱しとるよ、白熱しとるよ。おー、いいね。今手前の、北九州のね、レフトから打ったのが、僕ら音楽中の時の同期のね、キャプテンやってたレオっていう友達なんですけど、はい、レオはもう飛んでないですね。レオはもう筋肉つきすぎて中学校では飛んでたよ。北九州がタイムアウト取りましたね。7対3ぐらいか。7対3ぐらい。そうね、1セット目レグノが取っといて、結構まあピンチちゃピンチやね。北九州これワンチャンストレートで終わるってことか。そうね、まあ、1セット目ね、完全にね、北九州が取りそうな流れやったんだよね。ああ、確かに。そこが結構、流れが一気に向こうにいった感じだね。これ、中盤ぐらいには北九州追いついてないときついんじゃない？そうね。まだまだ全然。うん。そう、なんかさ、ブロックとかもさ、一本でバーンって止めれるけんさ、流れが一気に変えれるっちゃ変えれる。そうね。は。あとやっぱ、サーブで勝負できる。サーブで全然まだまだいけると思う。うん、さあ、小田校の、小田校のというか、もう二人の後輩を、ジャンプ行け、ジャンプ。内田のサーブです。すぐそこに実況してるんで。お、ジャンプ行った、ジャンプ行った。あれ？あー！なまっとるわ。日大でピンサーやっとったんけ？そう、日大でピンサーやっとって、ジャンサー打ってたんですけど、うん、そう、まだね、あの、遠慮しようわ。遠慮しよう。いつやったらさ、ジャンサー常に打つやん。うん、今、ジャンサー行けって打ったけど、本調子では打ってなかったの。100% で。おぉ、リアルタイムでここに、ここにボールが飛んでくるんですよね。そうそうそう、真後ろでやってるんで今、うん。そういう感じで、まあ結構でも知り合いも多い中で。そうね、北九州、そう。だって最初はさ、1回目は福岡でやりたいって言って、うん、福岡でできたのが嬉しいっすね。うん、で、知り合いもね、いっぱい出たいって言ってくれて。うん、多いんじゃない？追いついてきだしたんじゃない ?86。名前が分からんのがちょっときついね。アウト。誰々のサーブとか言えんやん。そうなの。ユニフォームも別に着用してないけど、ナンバーとか言えんの。まあ、レグノは、あれだよね。ユニフォームだけど。レグノはさ、ユニフォームはあるでさ、ちゃんとずーっと出とうチームなんやろね。そうね。北九州は即席って言ったの。あー、そうなの。さあ、シン。いいね。でもレシーブいいね。レグノいいね。ああ、女性もめっちゃ上げようし。ほんと定期的にやりようって感じだよね。練習しとる感じする、うん。さあ、レオのサーブです。レオめっちゃサーキュラー。おー、レオ上げた。マジで。いいね、いいね、いいね、レオ。レオレシーブ上げれる？確かに、オンガの時は上げてなかったよ。今めちゃくちゃ前のめりで上げちゃった。すげえ。おー、すげえ。ガタイがえげつないことになってるけど、今。そうね、パンパンやん。T シャツもパンツもパンパンだと、うん。さあ。おぉ、ナイスレシーブ。時間差。うおぉ、いいですね、いいね、今の。やっぱ決勝のだけあって、盛り上がってますね。こんなでも24とかでさ、男子がクイックとかってえげつないで、ね、うん。しかも、浩平さんに関しては、もうありえんぐらい高いよ。おぉ、かっこいいな、僕は。なんかさ、24でバレーするっていいよね。絶対気持ちいいよね。気持ちいいと。だって普段 の、 あの外人選手の感覚をさ、そうね、ちょっとでも味わえる感じよね。うわー、もったいない。まあ、ムセルスキーぐらいの体感するやったら2メートル10ぐらいにしたらいけんだよね。そうね、だってムセルスキー選手は2メートル17って言ったっけ？10何分ぐらいある。じゃあまあ2メートル20としたら、ネットより80センチ高いの。ってことは、80センチ低いねって俺らがやるよって考えたら43より？うん、マジで160センチ？いや、そんな低くないやろ。え、だってそんな低い、ミセルスキーは2メーター16や、17やろ。2メーター20と考えて4メーター30やから、だって ネットまで20センチしかないんだ。身長は25センチぐらいしかない、うん、って考えたら俺らより身長が高い25センチやで、2メーターのネットで俺がやるんだよ。ジュニアネットぐらいか。うん。ジュニアネット。えぐ。これはやばいよ。ちょっと追いついてますやん。そうそうそう。だからここどっかで、しっかり、なんだ、
サイドアウトして、ブレイク取れれば面白いよ。うん、さあさあさあ。ピンサーが入ってきましたね。あ、ピンサーバー、うん、行くか。うわ、竹、おー、ついてきるよ。うわ、これ取られたらきつい。北九州としては、今のね、1本で切れんかったのはちょっと、これで2点差やろ。そうね。だからさ、流れ的にはさ、今レグのやけんさ、うん、そういう時に思うのは、なんか流れ、追いついてもきついなって感じやね。流れが向こうって。逆転1回すると変わるけど。こういう時なんか、追いついたとしても、リードできるねじゃん。サーブでもうこれは。サーブで行くしかない。サーブかブロックやね。なかなかやっぱ、あの、ネットが低いけどさ、レシーブ拾って切り返すのは結構厳しいもんね。確かに。やっぱここはサーブとブロックで。うわぁ、いいねぇ。内田大活躍です。さすが俺の後輩やなぁ。俺らの後輩。いいよ。で、これ追いついて、もう一点リードしたら、状況変わる。いけるんじゃない？うわー！うわーとか言える。なんか、こっちに身内めっちゃおるけど、うわーとか言える。そうね、知り合いがおるって、ちょっとなってしまった、そういうふうに。向こうもね、今からサーブ打つ、あの、20番の人とかは、ジュニアの時から知ってる人で、僕らの一つ上の、カスヤジュニア。そう、カスヤジュニアでやってた人なんで。谷口選手の先輩ですね。結構やっぱ、そこ、知っとる人は何十人かおったんじゃないマジで。そうね、何十人は余裕でおるね。めっちゃおった、めっちゃおった。わ、ほら、またブレイクされちゃった。されちゃったとか言う。あー、パッシングって。厳しいねー。まあ、腹心も両方ついてますから。まあね。ちゃんとしてるってことですね。うわ、これ、このままいったらストレートで終わっちゃうよ。やばい。ちょっと、ストレートで終わりそうなんで。お見た食べたよ、お前。お前、ここでも食べる。たまたま持ってきとった。ここで。さすがに、俺、ここで実況やるかもって思っとったけど、みかん持ってくる発想なかったよ。いや、たまたま実家にあって、みかんを持ってきとった。食べる半分。一個でいいよ。一個。一粒。これがないとね、始まらんけどね。リーグ級の実況といえばやっぱみかんやん。そう。なんで、僕らね、実況、お呼ばれした時は、みかんを食べながらぜひね、実況したいと思います。いただきます。はい、内田ジャンプ超いいね、いいさ。うわ、マジでみかんうまい。甘いよね、今のみかん。甘い。うん。始まるんだよ。ちょうど。レグノさんもみかんみたいなユニフォーム着てますから。そうね。これでね、今、レグノさんを応援してるところで。うん。でも、みかんの季節もね、もう終わるっすよ。多分。冬やんね、みかん。みかんってずっと歩くね。俺らだってずっとこう言ったよ。だけど、甘いかどうかじゃないね、多分。美味しいかどうか。でも、冬とか寒い時期、だってこたつでみかん食うイメージあるもん。そうね。うめ。みかんうめえわ。さあ、今点数が17対15ですね。中盤。ここでやっぱ、北九州が逆転するんやったら、この辺で一個半ときついね。マジで。俺をいい声出すよ。マジでレシーブ上げるね。ヒロムさんめっちゃレシーブ上げる。もうなんかセンスあるレシーブの。確かだ。レオレオダンスだ、ダンス。今、レオだけチャンスで下がろうとしたら、レオのとこ飛んできたけど、チャンスがチャンスじゃなくなった。ヒロムさんはもともとセッターもやりよって、確か大学の時がリベロやっとったんかな。え、ベッツルよね。ベッツル。俺らじゃあめっちゃ練習試合しようよ。ベッツルばい。ベッツルか、ベッツル。練習試合しようよ。ハルコーとかも出てる人なんでね、うん、まあまあ普通にあれぐらいはやるでしょうっていう感じです。さあ、この2点差が縮まらんかったらこのまま終わりますよ。レグナがうまかった、見た。うわー、アウトか。うぅ、すごい。え、帰った帰った帰った。あ、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 あ
タケズの得点ですね。そう、今のはマーカーやね。さあ。だってこれ、ボールでアンダーしてたらいいから。あれで変えてたらすごいよね。変えないやろ、絶対。そういう。さあ、ホンダのキャプテン、サーブ打ちました。あと、入った？入ったね。入ったか。入ったかとか言う。いや、なんか、ミオ側としてはさ、1セット目取られてるから。確かに、フル行ってほしいって気持ちがある。さ、まあでも僕セッターをしてるんで相手のね、はい、そうやね、古田はどっちかというとレグの方が勝つかなって感じで、そう、そう勝敗予想したんで、勝敗予想をね前もってね、はい、でその僕は北九州が強いんじゃないかなって予想したんですけど、古田はレグのでしょう、しかもそれもさ、その話したのさ、北九州がめっちゃリードした時に俺それ言おうと思う、そうね、俺はその試合、そのこの決勝の前から、結構他の人には予選からね、北九州がワンチャン優勝するんじゃないって言ってたんですよ。でも、これはもう結構きついね。まあ、北九州は能力あるけど、やっぱレグノは、その、チームとして、ちょっと、出来上がった感じある。チームって感じ。練習しとったね。練習しとった。いいよ。さあ、3点差。どうなる？さあ終盤ということで、僕はねほらエルサルート来てます。あ、そうですねこれ。終盤ということでエルサルート来てます。宣伝させていただきます。はい、これね今発売中なんで、はい、3月の13日、13から発売して1週間買えるようになってるんで。ぜひ買ってください。黒、ホワイト、グレー。いい感じですね。めっちゃかわいい。めっちゃかっこいい。俺たちは 2XL 着用です。僕は 1XL です。そんなことね言ってる間に、あともうレグノが2点取ったら終わりますよ。やばいやばいやばい。まだ大逆転あるよ、大逆転あるよ。レオがベンチでカメラ持っとるのが面白いよ。あの筋肉で。お父さんやもんな、この。おいけるか、これ。うわー、今のは打った方が良かったんじゃないでしょうか。あの身体能力の方が。おっ、おっ何あのレシーブ。ヤンキーやん。オーバー、オーバー、オーバー。オーバーでした。し、あれコメントで、なんだあいつって言われても。あったのやつ。3点差か。さあ、詰めれるか。またバック。蹴ったんすよ、うまいね、マジで。うまいんよ。際どいとこ上げようもしかも。なかなか女子でできんと思うよ。その、しかも現役じゃないやろ。うん。男子がだってさ、うん、その、動きたいように動きようもんね、切り込んできたり。うんうんうん。うめえわ。どっか強豪校でやりよったっちゃうね。はい。さあ、もうこれ、マッチポイントっすよ、エグの。こちらが。終了。はい。レグノの優勝ですね。はい。第1回 B クック杯、レグノが優勝で。はい。じゃあまた次回 B クック杯あったらやりたいと思います。はい。はい、それでは皆さん、さようなら。ビギュー。